連日、松本人志さんの話がいろいろ出てまして、文春めちゃくちゃ売れたらしいですね。今回のまっちゃんのね、完売したらしいです。45万部。まあなんかネットでは45万部完売したって2億か、みたいな。たった2億か、みたいなこと書いてる人もいるんですけど、まっちゃんなんて、1本 CM やったらそれぐらいもらうぞ、みたいな。まあそういう意見もあるんだけど、考えてみてくださいと僕は思いますね。一週間ですよと。毎週出てるんですから、文春って。一週間で2億ですからね。まっちゃん CM 一本でじゃあどんだけ契約するのって話ですよ。1年2年を契約するんですよ、一本で。だから一週間で2億ってのは文春はものすごい金額だと思います。だって毎週毎週売り上げ上げてるんですから。で、まっちゃんがの記事をやるたびに2億まではいかなくても1億以上は売り上げるんだろうなって感じが。と考えたらすごいことだなと。いうふうに思いますし、なんかいろいろこの一連の見てて、まあ、一番しっくりきた松本さんへの意見で、一番しっくりきたのはやっぱり上沼恵美子さんのがもうこれは一番秀逸というか、もうこれが一番じゃないのかなっていう感じが、ちゃんと愛がある、叱りがあるんだなって。頂点、日本一になって30年、君臨、2年3年活躍するも大変な世界で30年すごい力を持っている。舞台と仕事と私生活が別にあって、もうそんな通らへんと。まあ王様だからね。私生活はめちゃくちゃでもいいでしょうっていうことはダメだ。そんなことはダメよと。自分の人生であれば自分の人生じゃないのよと。後人なんだよあんたはってことですよね。これが松本さんに注意する人に恵まれなかったんやと思う。超一流の人だったのに遊びは三流でしたねって。これがね、一番ね、こう刺さるなというか、まさにそうだよなと。これを言える人もいなかったんだろうなって。まあ、それを考えたらやっぱたけしさん、志村けんとか、銀座で遊んだりするんでね、やっぱ一流なんだろうなと。まっちゃん銀座で遊ばないって言ってますからね。で、素人と合コンして60ぐらいのあんなに金持ってんのに、素人と合コンをずっとしてるっていうのは、やっぱりそこが三流なんですよね。もうだから改めて僕はたけしがフライデー、襲撃の後の記者会見を見たんですけど、やっぱ大物だなって感じがしますね。まだあの時30後半ぐらいなんですかね。いや、めちゃくちゃかっこよかったっすよ。みんなが惚れるのがわかるなっていう感じがありましたね。だからまっちゃんもあそこ、松本中居でたけしさんが出た時にまっちゃんが、いや、たけしさん羨ましいんですよ。スキャンダルがあって。僕ないんすよ。ってあの時言ってたんですよ。スキャンダルがあったら、またいろいろと笑いの幅も増えたんでしょうけど、って言ってたんだけど、結局スキャンダル出たけど、やっぱビートたけしとの器の違いがここで露呈したなって感じが。上沼さんが言ってる、松本さん、なんで休業するんですか、やりにくいとか、スポンサーへの配慮はあると思うけど、休業ってことは引退につながります。ずっと強い応援してきたファンとか、あなたはの魂はそうない。今へこんでる、やる気のないのは分かるけど、裁判のために休むというのは詭弁だと思います。浜田さんもいらっしゃることです。コンビの絆があると思います。番組によっては出演してもいいのではないでしょうかと。これも同感なんですよね。なんで休むんだろうっていう。でも、一つ言えるのは別の記事であったのが、やっぱ、娘の存在なんじゃないかなっていうことですよね。やっぱ、娘に嫌われたくないんだろうなっていう感じ。ここら辺でやるとね、溺愛してるんで。だから認めないんでしょうねっていう。まあ、一番本当に不思議だったのは、松本さんが一番最初に事実無根って言ったのが、もうそこから始まってるんじゃないのかなっていう。デーブ・スペクターが言ってたように、最初認めりゃよかったんだってね。もう8年前のことで覚えてないけど、まあそんなことがあったんやったら、まあ相手の女性の人に迷惑かけたし、嫌な思いさせちゃったらすいませんでした。って言っときゃこんなに広がんなかったって。まさにそうだなと思ったんですけど、すげえまともなこと言ってんじゃんと思ってるんですけど、まっちゃんが、なんでか最初からも抵抗してるわけですね、事実無根。やっと出たなとかね。なんでって思ったけど、やっぱりまっちゃんってやっぱプライドが高いのかな、かっこつけなんかなって思ってたんですけど、まあ、行き着くところやっぱ、さんまさんが言ってたところの娘なのかなっていう。やっぱ娘に嫌われたくないっていう一心なのかなって感じがしますね。年頃の娘さんがいて、お父さんがそんなことやってたってなっちゃうと、まあ嫌われますよねと。だからそこのために戦いたい、認めたくないってことなのかなっていうふうに。まあなんか僕はだからこの一連の流れを見てると、笑いの天才って言われてた松本人志、20代、30代ぐらいですかね。やっぱ松本人志のかっこいいところっていうのは、
たった一言でかっさらうってところじゃないですか、そもそもがね。で、みんなそれを、真似して若手の芸人たちは、そうなりたいっていう憧れた切れ味ですよね。たった一言でかっさらうっていうね。ボソッとこう、パシッと切っても切る。今回めちゃくちゃ切れ味悪いなーっていう感じがありますよね。もう笑いの天才は一体どこに行ったんだって感じですよね。幻想だったのか笑いの天才はと思いましたよね。なんか僕はそこがすごく残念ですよね。他の絡んでる芸人全部ひっくるめて、僕は数分に見えちゃうだけですかね。昔、早稲田の学生であったじゃないですか。和田っていうやつでしたっけ。女の子林間したっていうね。それで捕まった、事件あったんですけど、まあ、数振りにしか見えない。なんか、こういう窮地に立った時こそ、松本さんは笑いの天才ぶりを活かしてね、ツイッターでね、一言で、とうとう出たねとか、戦いますとかじゃなくて、もっとなんかね、まあ、さすが松本人志だなっていう一言がなんで出てこないんかなっていうふうに思うと、やっぱり娘の影響なのかなっていうふうに思うと、まあ、松本人志っていう、少なくとも20代、30代だった頃の天才芸人、松本人志ってのはもうとっくに死んでたんだなっていう感じがしますかね。